無理する。あ、かわいい。ちっちゃい。いや、自分らもちっちゃいんか。すごいな、一番右の地面に潜る。大きくジャンプ。探索連携。L とキラッ、これか、キラリンか。んてや、ジャンプした。そんなに高くもないけど、こういうとこでは探索連携になるね。おお、すごいすごい。お、あっちにマークが出てる。何、え、何、お、お宝、依頼以外のお宝もあるんや。イエーイ。あ、依頼で掘り出したやつは金色やったけど、これは違うっぽい。未鑑定のお宝。まだ鑑定されていないお宝。鑑定するとお宝の正体がわかる。なんかレアっぽい。おお、お宝を拾ったみたいだね。でもそんなに価値は高くなさそうだブー。え、マジで。とはいえ、誰かにとってはお宝になる。それらを僕らはジャンクと呼んでるブー。ジャンクでも高価値なトレジャーと同じくらい珍しいものもあるから集めるといいブー。ジャンク。まあ、結構さ、メルカリとかでよくあるよね、ジャンク品。最初なんかね、機動戦機械とかそういうの何しに置いとるっていうか出品しとんやろって思いよったけど、結構なんか機械が強い人とかが買って、なんか自分で直したりとか、買って修理に出したりとかっていろいろあるっぽいよね。なになになに？なんか建物かな？あの乗り物がこの島の上層につながるリフトだ。あのリフトに乗れば、ハニーのお兄様がいる野津さんまで行けるはずだぜ。めちゃくちゃ錆びてない？大丈夫？なんか途中で落ちたりせん？これか。古びた装置がある。動かしますか。はい。すげえ動きよる。怖いけど。着いた。何？めっちゃ無事に着いたんやけど。ん？誰かおるな、人が。前より市2トンの、2トンじゃない、2頭の黄金竜。遥か異郷より前より市2頭の黄金竜、あまたなる願いを宝に変え、この大地に散逸せ。今読んだのは、この大地に散らばるたくさんの宝についての伝承です。もう一回読みましょうか。いや大丈夫です。てか誰この地には伝説のお宝がいっぱい地面に埋まっています。あなたもそんな伝説のお宝を求めてここに来たのかしら。違うよ、兄貴見なかった？あら、お兄さんを探しているの？もしかして青い瞳の男の子かしら。さっきまではいたんだけどっていうパターンか。その男の子ならこの建物の上の方で見たかもしれないわ。上？じゃあまだおるってことか。ただこの先は野生のモンスターが多いから気をつけて進むのですよ。頑張ってくださいね。頑張ります、ありがとう。あら、何か私に聞きたいことはありますか？あなたは誰？私ですか？この地を調べに来た人かな。そういうあなたはどなた？お宝探しのマヤ。かわいいお宝探しさんだこと。マヤさんというのね。よろしくね。ご存知ですか？ここ、伝説の地は人が住んでいないモンスターだけの楽園なの。だからこの大地は人にとっては謎だらけ。私はそのたくさんの謎を調べに来たんです。ほう。まあ、戦い方は大丈夫かな、今んとこ。感覚で掴んでこう。これは、話せる。お前さてはお宝ハンターだな。いい目をしている。仲間たちもお前を慕っているようだ。ありがとう。うん。だが我が主には及ばないがな。我が主はすごいお方だ。くれぐれも粗相のないようにな。これか？我が主。偉い人なんかな？強いんかな？石碑には何やら古めかしい文字が刻まれている。しかし、マヤには読むことができなかった。そういうのは多分、考古学者みたいなのにしかね、読めんねやと思う。うん、石ころ弾めっちゃ見つかるやん。お？野生モンスター。この先からはモンスターの気配がする。気を引き締めて進もう。めっちゃ嫌なんやけど。ん？あれ？あ、なるほど、そういう感じか。持ち上げるんじゃなくって、壊すんだね。武器で。え、なに？怖い怖い怖い。
てかあれやね、みんな勝手に戦闘してくれるけん超助かるんやけど。お、スラストライク、ちゃんと技使いよんや。イエーイ、レベルアップ。スラストライクとかってさ、あのスライムモリモリ大作戦、これも壊せるん。スライムモリモリ大作戦かなんかでめっちゃ見た気がする。ほいみだーん。いえ、ちょっと気が抜けるけんやめてくれる、プルルーンっていうの。あ、なるほど。あのなんかハテナマークが出て、なんか遠くから見よったら、でそのハテナマークの色がね、上まで満たされたらこっちに気づいたっていうことになるんやね。これは開けれないのか。ここも上がれないっぽいな。うわー、めっちゃでかいやん。やめてやめて。え、なに？そういう状態異常系の技はやめてくれないだろうか。イエーイ。う、なに？動き出すこれ。戦闘中は使えない？戦闘やめろよ、早く。終わった？ふっ。きた。イエーイ、一発。気味の悪いマシンがある。壊れていて動かないようだ。え、全体的に壊れてる感じ？本当に？動かん？めちゃくちゃ動き出しそうで怖いけど。あ。何が出るかな？おお、トゲトゲ弾。敵単体に突属性の小ダメージを与える弾。3種類目来た。お、ここにも。何が出るかな？石ころだ。え、この先か？イベント。ってことはなんかボスとか現れそうな気がするね。しかもここに焚き火もあるけんさ、余計なんか、何これ。ほいみだん！イェーイ！こういうイベントが起こりそうな手前に、セーブ地点があるっていうのは絶対ボスやけん。はい、休みます。よーし。それじゃあ。あれ？これって。まあ、いっか。進もう。扉の向こうから何者かの気配がする。先に進みますか。はい。カミュー。と猫。ハニーのお兄様では、今助けるぞ。何、敵にやられたの？うわ、さっきあっちで壊れとったやつやねん。なんだこいつは。うわー、来たよ、ボスっぽいの来たよ。来るぞ。頑張って倒そう。ひー、あ、でもいつの間にかレベル、いつの間にかレベル3になっとる。え、怖いって怖いって怖いって。キュートストライク、何それ、そんな技があるんすか。頑張れ頑張れ、体力は大丈夫ね。怖いって怖いって怖いって。めっちゃ怖いって。いやー、あ、でももう半分いった。いいぞいいぞ、みんなの技もいい感じやぞ。お、気絶した。今のうち今のうち、いけ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 、攻撃を頑張れ。おっしゃー、もう気絶しとるところをめったうちに。デビルウェポンをやっつけた。消えた。お、びっくりした。レベルアップ。びっくりした。急に襲ってくるなんて。さあ、倒れている誰かの元に急ごう。マヤの兄貴かもしれないブ。知れないじゃなくて完璧に神なんやけどね。お兄様。大丈夫か。
怖い怖い、震えすぎなんやけど。確実になんか危ない人やん。大丈夫か？今までどこにいたんだよ。ずっと探してたんだぜ。てかあれやね、あっという間に再会したね。またなんか引き離されたりせん？マヤも神を探して冒険していたことを話した。そうか。マヤも俺のこと探しててくれたんだな。しかもたくさんの仲間を連れててびっくりだぜ。マヤやるじゃんか。君はまだその猫だけなのかい？知らない世界に飛ばされてマヤがいないと気づいた時はマジで焦ったけど、再会できてよかったぜ。うんうん、あっという間の再会やったね。いや、いいんやけど。あたい、なんでここで倒れてるんだっけ？君も大丈夫かい？ああ、相変わらずだブ。いつまで倒れているのかブ。相変わらずなのか。その猫、知り合いなのか？失礼ね。あたいにも名前があるのよ。あたいの名はミューシャ。この世界にとあるお宝を探しに来たのよ。ミューミュー。神を導く精霊、ミューシャ。いきなり連れてこられてびっくりしたけど、ミューシャは結構いいやつだぜ。おお、そこ二人は結構打ち解けとんやね。俺にいろいろ教えてくれたんだ。お宝のこととか、この島のこととか。ミューミュー。そういえば、あたいたち宝箱を開けたら急に意識を失って、そのでっかいやつ、めっちゃでかいやん。お宝はどうなったの？知らない？開けてないよ。え、空っぽ。何も入ってないじゃねえか。おかしいわね。神とこの宝箱を開けた時はお宝があった気がしたんだけど。え、じゃああったんだよ。気絶した間に誰かに取ってかれた？宝はどこだ？え、なんか来た。なんか、人も一緒におる。おめえは、ギンギラ空賊団ニャゴスじゃねえか。そこにあった宝をよこせ。貴様は、ニックキシルフの国の将、レオバン。何シルフの国。宝箱は空っぽだったぞ。貴様こそ宝を持ってったんじゃねえのか？おい。なんかさ、今の、何やった？なんとかとも知らんし、シルフの国とかも知らんねえやけど。どっか、なんか違う空間に吸い込まれたってこと？違う世界。俺たちは今来たばかりだ。そこの宝なんて知らねえ。じゃあ。誰が宝を持って行ったんだ？ん？誰か来た？なに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 ？真のボス？え、なんか、ん？なにあれ？あ、船。あれさっきのやつらやね。さっきお宝探してあげた子たちが。ってことはこれがギンギーラ空賊団。試練の牙、メレイン、かわいい。黒き貴公子、ゲールズ。伝説の大空賊、ギンギーラ。あ、これが？これがボスか。これはシルフの国の皆さん、一足遅かったね。そこのお宝はいただいたよ。え、お前らが？おい、横取りすんなよ。まさか7つの流石の一つか。7つの流石の一つ、それを手に入れるとは、さすがは我がボス、ギンギーラ親分。ニャゴス、これ以上恥をさらすでない。今なんと、なぜそのようなことをおっしゃるのですか？ニャゴス、貴様が宝として持ってくるものはガラクタ同様のジャンクばかりだ。そんな役立たずは我が空賊団に置いておけん。貴様はもうわしらの仲間でない。幹部やったんやろ。首ですか？ハニーとか言える場合じゃないって。ちゃんと仕事しろよ。それはそうと、親分、あの子供たちどうします？お、私らか。青い瞳を持つ子供か。放っておけ。子供などわしの相手ではないわ。おい、ギンギーラ、てめえらの相手は俺たちシルフの国だ。レオバ、久しいな。せっかく会ったのだから、一つ貴様たちにいいことを教えてやろう。宝島だ。
この世界のどこかにある宝島？宝島だと？だと言った。まあお前などに言ってもわかるはずもないか。レオバン、この大地の宝すべては我らがいただく。なんかあれか、盗賊団同士でいろんな盗賊団がおるってことか。この世界は、まあ、要はあれ、ワンピースのドラクエ版みたいな感じ。あっち海賊やけど、こっちはなんか風俗だたちの話ってことかな。いろんな団がおって、いろんな団がなんか競い合いながらお宝を探していきよる世界線なんかな。まあ、なんか殺し合いするわけでもなく、ちゃんとお宝だけをかっさらっていくみたいやけど。さっき持っていかれた宝って、もしかして僕たちが探していた？にゃー。そうみたい。横取りされちゃったわ。困ったわね。すげー。なんだかすげーところに来ちまったな。二つの大きな勢力がお宝を取り合ってるみたいだぜ。警察的な感じかと思ったけど、ここも盗賊？あ、かわいい。ちっちゃい。自分らもちっちゃいんか。空賊たちは行っちまったよ。後で話す。おい、ところでさっきからいるようだが、坊主ども何者だ？俺はカメラ。こっちは妹のマヤだぜ。カミューとマヤか。この地にいるってことは、おめえらもお宝を探してんのか？まあそうかな。まいったな、こりゃ。まあ頑張ることだな。ほら、別になんか殺すとかそういうわけではないっぽいね。みんな正々堂々と、さっきのは引きをやったような気がするけど、お宝を取り合いようやね。俺たちシルフもうかうかしてらんねえな。じゃあな、青い瞳の坊主ども。ねえ。かわいい。あなたたち見かけないわね。お宝ハンターの小さなライバルってことかな。この子はそのシルフの国の盗賊の仲間ってことか。カミ君、マヤちゃん、またどこかで会ったらよろしくね。いいね。やっと落ち着いたな。そうだ、ここを探検してたら面白いもの見つけたんだ。ちょっと見に行かないか。俺についてこいよ。壊れてるな。あ、さっきやっつけたやつ。まあ、とりあえず、はい、ということで今回はこの辺で終わりにしておきたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、銀リーラ空賊団からニャゴスが追い出されたけど、このまんま仲間として一緒に進んでいく感じかな。別に何も、一緒におるよね、多分。わからんけど。まあ、しょうがないよね。追い出されたし。